粗品富士上垣幸太郎アナ、いじり禁止、お器具、結果いじめることになる。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品が4日、自身の YouTube チャンネルを更新。フジテレビ入社1年目の上垣幸太郎アナウンサーをめぐる、容姿いじり、騒動に触れた。注目を集めたのは、7月に、目覚ましメディアの公式 YouTube チャンネルで公開された動画。CM 放送中の会話が収められ、先輩アナウンサーたちから、すごい、似合わないね、T シャツが、ポップな T シャツが似合わないねといじられる様子が公開され、これが容姿いじりだとネットで大炎上していた。しかし粗品は、上垣アナを結果いじめることになるのは、今上垣アナを過剰にかばってるお前らやと持論を展開だ。続けて、過剰にかばいすぎやって、さすがに上垣アナのこといじりづらくなってしまう。てか、目覚ましテレビでは二度といじられへんのちゃうと推測する。また、自身が出演するフジ系バラエティ番組、新しい鍵での共演を振り返り、ああいう進行は正直困ります。やりにくいってスタッフに俺が伝えたぐらいにはちゃんと新人やねん。もちろん、そういう失敗してるところとかはカットされてるけども、俺は、ちょっとアナウンサーとしては、自分らの番組やし偉そうなこと言うけど、バラエティの現場ではその発言はちゃうなとか言うことがあったから、まだ、新人やと世間の注目度と実力は比例していないことを明かす。続けてそんな彼が、この年次でバカ売れするかもしれへん希望やったんや。しかも、本人もノリノリやと、これを過剰にみんなが、やめてって、上垣アナもかわいそうに、と世間の過剰すぎる擁護は、上垣アナにとって逆効果だと主張した。